マルコ・マイケル・アンドレッティはアメリカのレーシングドライバー。アメリカンモータースポーツ界随一の名門、アンドレッティファミリーのホープであり、1991年のカートチャンピオン、マイケル・アンドレッティを父に、1978年の F1 ワールドチャンピオン、マリオ・アンドレッティを祖父に持つサラブレッド。2006年よりアメリカのトップフォーミュラであるインディカーシリーズに参戦している。 身長 168cm、体重 61kg。1997年にカートを始め、様々なシリーズで勝利を積み重ねて2003年に四輪に転向。スキップバーバーナショナルシリーズに参戦して、いきなり発祥を上げると、翌二2004年には、同シリーズに加え、フォーミュラダッジサザンシリーズ、フォーミュラ TR1600 プロシリーズの3シリーズで、 チャンピオンとなる。さらに2005年インディカーシリーズ直下のカテゴリーである、インディプロシリーズにステップアップすると、わずか6戦の出走ながら3回のポールポジションと3つの勝利を手にする活躍を見せて、翌年18歳にして、父がオーナーとして名を連ねる競合アンドレッティグリーンレーシングのシートを獲得、一気にアメリカントップフォーミュラにまで登り詰めた。 アグル期待のルーキーとして、カーナンバー26をつけて、シーズンフル参戦。初戦2戦目は、リタイアに終わったものの、第3戦も手切れ12位完走し、続く第4戦、インディ500では激闘の末にフィニッシュを果たす。その後も、着実に、ポイントを重ねていくと、8月27日の第13戦インフィニー、オンレースウェイで、初優勝。 19歳5ヶ月14日での勝利で、インディカー史上最年少優勝記録を更新した。最終的にこの年は325ポイントでランキング7位。ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いている。前年に才能を見せつけ飛躍を期待されたが、突如として、ドライビングから安定性が消え、全17戦のうち5戦連続を含む10回の DNF を記録する期待外れのシーズンを過ごす。 第8戦アイオワスピードウェイと第13戦ミシガンインターナショナルスピードウェイでこそ2位表彰台を獲得したものの第15戦最終戦でも3連続リタイアを喫してシーズンを終えることとなり結局350ポイントでランキング11位にとどまった引き続きアグルをドライブ開幕戦のホームステッドマイアミスピードウェイでいきなり予選4番手から2位フィニッシュして キャリアに正面を予感させる最先のいいスタートを切る。その後も、第六戦、インディ500でサミ入賞、第七戦ミルウォーキーマイルでは、自身初となる、ポールポジションを獲得するなど局面での速さは見せたが、しかしその反面第十三戦エドモントンで、チームメイトのダニカパトリックと接触事故を起こすなど、アクシデントの多さも、相変わらずで、 17センチューリータイア7度を数えた。結局ラップリード330周を記録しながら、この年も勝利を挙げることはできず、396点でランキング7位。チーム内では、ルーキーの武藤秀則こそ上回ったものの、トニーカナーンやダニカの後陣を排す結果となった。2009年インディ500にて引き続き、アグルをドライブ。 しかしテキサスモータースピードウェイで4位になったのが最高でチームの中でただ一人表彰台にさえ上ることはなかった。ランキングは無党を上回ったものの8位にとどまる。アグル改めアンドレッティオとスポーツで引き続きドライブ。前年よりは復調し何度か優勝争いに絡みインディ500を含む3度の3位を獲得するも優勝にはまたも手が届かなかった。 ランキングは前年と同じ8位。アンドレッティ・ハータ・オートスポーツで引き続きドライブ。インディ500では、アンドレッティ家として1987年の祖父、マリオ以来33年ぶりのポールポジションを獲得する。ルーキーとして望んだ2006年のインディアナポリスモータースピードウェイにおいて予選9番手を獲得。決勝でも並みる競合に臆することなくバトルを繰り広げ。 残り3周となる198周目、父、マイケルを抜き去って、トップに立つ。そこから2周をリードして、ルーキーウィント、不死1から2フィニッシュの大記録を目前にしたが、ファイナルラップで、父ともども、サム・ホーニッシュ・ジュニア、に抜かれ2位でレースを終えた。特にマルコは、最後のターン4までトップに立っていながら、チェッカー寸前でかわされ、 フィニッシュでのホーニッシュとマルコの差は0.0635秒。インディ500史上2番目に小さいタイム差での決着であった。インディカーシリーズインディ500。ありがとうございます。